コバライン・コインドレディは、ニューカレドニア・ヌメア出身のサッカー選手。バレンシア CF 所属。ポジションは MF。地域リーグのユースチームを経て、2017年に RC ・ランスと契約。ユースアカデミーで協連され、チーム2に昇格し、1試合に出場。2019年1月24日、バレンシア CF との契約を締結。 参加のバレンシア CF、メスタージャに配属され、4月14日に、西軍ダディビシオン B のワック根腱ンンセセンで、加入後初出場。2019から20シーズンは、B チームの先発に定着し、16試合1ゴールを記録。同シーズン終盤にトップチームに昇格。 2020から21シーズンよりトップチームとの西登録となり、2020年12月16日のコパデルレイのタラサ FC 戦でトップチームデビュー。30日のグラナダ CF 戦でラリーが初出場。2021年1月17日のコパデルレイの AD アルコルコン戦でプロ初ゴールを決め、試合も2から0で勝利した。 5月30日には2025年までの契約に合意した。2018年より各ユース世代のフランス代表でプレーし、2019年には U-18 代表でトゥーロン国際大会に出場した。ありがとうございます。